遥かなレシーブは、に意い自在による日本の漫画。漫画タイムキララフォワードにて、2015年10月号から2020年11月号まで連載された。2018年には、テレビアニメ版も放送された、女子ビーチバレーを題材にした漫画。沖縄の海岸を舞台に、ビーチバレーの初心者だが、超新でおらかな性格の、大空遥と小柄なために一度は、 ビーチバレーを挫折した過去を引きずる日か彼方の遥かなペアを中心にビーチバレーに情熱を捧げる少女たちの青春を描く。いとこの日か彼方の家に同居するため東京から沖縄へと引っ越してきた大空遥かは家の前の海岸でビーチバレーの試合のための練習をしていた遠いなルミラと知り合いビーチバレーに興味を抱く。ところが遥かは不用意な言葉で整備を怒らせてしまい 過去にカナタとセイビがペアを組んでビーチバレーの選手をしていたものの、カナタの挫折により気まずい間柄になっていたという事情を知る。険悪な空気をビーチバレーの勝負で解決することになったことをきっかけにハルカはカナタとペアを組み競技としてのビーチバレーに向き合っていくことになる。ハルカは,は転校先の沖縄の女子高校でカナタと共に部活動として ビーチバレーをすることとなり、ビーチバレー部の部員や、部として参加した試合の対戦相手と進行を築いていく。また、一度はビーチバレーを諦めようとした、彼方もビーチバレーの初心者である遥かに、いろいろ教えるうち、自分の道を模索し、過去のビーチバレー仲間たちとの関係を取り戻していく。原作、第20話以降は物語開始時から約1年が経過し、 登場人物も、それぞれ1学年進級あるいは進学している。登場人物の学年は、本編登場時のものを記す。基本的に女性のみの登場で、男性は登場しない。はるか、かなたらが所属する高校の部活。テレビアニメ版では、うるま高校という高校名が設定されている。大会での実績は高いながらも、部員数が少なく、学校から、 部活動として認定される人数に達していなかったため、名義上はバレーボール部に曲がりしている扱いのグループとなっていた。原作第15話で、明かりが部員に加わったことで部員が5人になり、正式な部活動として独立する。遥かなペア物語の中心人物。物語開始時点では、高校2年生。劇中では、遥かなペアと通称されているが、 公式大会などでは、大空、ヒカペアとも表記される。同い年の獣姉妹同士で、遥かが彼方の自宅に居候する形で同居している。自宅の庭先には、彼方、ビーチと通称されている砂浜がある。エクレアペア原作第6話から登場。登場時点で、高校2年生。劇中では、エクレアペア、または、トーマス・トーマスペア、 ナイシタンにトーマスペアと呼ばれる。彼方の昔のビーチバレー仲間。本決で金髪壁眼の双子姉妹。初対面の際には遥かから外国人と誤解された。母親はビーチバレーのプロコーチで、小学生の頃から大会で上位に入賞しており、全国大会2位の実績がある。漢字表記の名が設定されているものの、漫画中では通常カタカナ表記される。 なるあやペア原作第一話から登場。劇中ではもっぱら、彩り者、整備ペアと呼ばれるが、公式な愛称は、なるあや。京都府福知山市に所在する福知山学院に在校。はるかや、かなたと同い年。物語冒頭で、はるかにビーチバレーへの興味を抱かせるきっかけになった相手であり、かなたとは、こじれた過去の因縁ある相手。 ビーチバレーの高校生チャンピオンで実力と容姿から劇中ではビーチバレー界のアイドルと呼ばれている。その他のビーチバレー部関係者、アイマイペア原作第9話から登場。劇中ではアイマイペアと呼ばれる。はるかや、かなたとは別の高校のバレーボール部に所属する先輩後輩でビーチバレーに関しては初心者。レギュラーとして出場したバレーボールの大会で、 敗退したことをきっかけにビーチバレーに転向して成果を出そうとしている。水着売り場でユニフォームとして用いる水着を選んでいった際、同じ水着を取り合った遥と顔見知りになる。その後の原作第11話では遥が彼方とペアを組んで初めての公共の大会にて第1回戦の相手として再登場する。洋館ペア劇中2年目の原作第20話から登場。 ヤンバル南高校の生徒で日焼けした肌の姉妹。劇中では、洋館、ペア、または荒垣、荒垣ペアと呼ばれている。登場時点から3年前の大会で、クレアとエミリのペアに敗れており、年齢差のために3年に一度しかない再戦の機会に勝利することを誓っている。雰囲気がクレアとエミリの姉妹と似ており、原作では初対面の際に、 遥かやあかりから、クレアとエミリのファンだと誤解された。原作、第22話から24話にかけて、公式大会の第2回戦で遥かと彼方のペアと対戦し、本来のパワー系のプレースタイルを封印して、相手に合わせる作戦で戦う。テレビアニメ版では、原作からいくつかのエピソードが削られつつも、第9話に登場し、原作同様に、遥かと彼方のペアと対戦する。 アメリカ合衆国では、当初、英語版が2018年9月11日に、セブンシーズエンターテインメントから、はるかなレシーブのタイトルで発売される予定と、報じられたが、その後に予定が繰り上がって、同年7月3日に、第1巻が発売された。作者の如意自在は本作を執筆するきっかけになった作品として、浜弓馬荘の漫画、花山田を挙げている。 2015年10月号から本作の連載が開始されてから2018年4月号で花山田が最終回を迎えるまで両者の作品は共に漫画タイムキララフォワードで連載されていた原作およびテレビアニメ版の劇中で登場人物たちが使用しているビーチバレー用のボールは実在のスポーツ用品メーカーであるミカサの製品という設定になっており 劇中に登場するボールには、ミカサのロゴが大きく描かれている。これは、ミカサが様々な漫画作品との間で行っている、正式なコラボレーションの一環によるものである。ミカサからもコミックマーケットでの限定グッズとして、本作に関連したノベルティグッズの配布などを行っている。2018年7月から9月まで、ATX 東京 MX 他にて放送された。 制作の発表は漫画タイムキララフォワード2017年9月号で行われた。アニメーション制作を務める C2C にとっては自社単独では初の30分枠の元受け制作作品となる。原作第1巻から第5巻までの内容が映像化された。基本的には 原作のストーリーに沿った内容となっているが、原作では描かれなかった沖縄での生活の描写が追加されたり、一部の登場人物同士が知り合う、経緯が変更されたりするなど、細部の内容には、異がある。大空遥か役の結城かなと日カかなた役の宮下、さきによる、ウェブラジオ、遥かなレシーブ私たちは、スタジオの中で、ペアになった。 が2018年7月12日から10月4日まで、おっと泉にて毎週木曜に配信された。ありがとうございます。